ただでございます上司が教えてくれない営業のコツ今日は一人で営業するストレスとの向き合い方ということをテーマでお話をさせてもらえればと思っております。えっと、まあご相談をいただいていてですねそちらについてのまあ回答という形になるんですけども、まあ 一人で営業するストレスってやっぱ大きいですよね。私も今もフリーランスでやってるので、まあ一人で営業することにも良くも悪くも慣れてしまったというところはあるんですが、まあ一人でまあ組織の中でその売上の責任を一身に背負うこの大変さ、ストレスみたいなところっていうのは、正直めちゃくちゃ大変だと思います。ていうか私も大変だったというところは覚えてますね。あのまあ会社員だった頃、あの社内ベンチャーを立ち上げをしていて、 まあ何人か営業はいたんですけど結局売れてないんで売れるの私しかいなかったと。なので結局売上の全責任が私に積み重なってくると。ただ他のメンバーがいるんで経費はかかるんですよね。なのでまあ赤字にしたくないなみたいなところと考えると結局まあ入金を。 させるのは全て私次第だったっていうところまあ要は言葉ですけどみんなを飯食わせるみたいなこととかをやらなきゃいけない立場っていうのは精神的な負担っていうのはもうめちゃくちゃ大きいなもうめちゃくちゃ分かりますという感じですで、まあこのストレスとの向き合い方っていうのが、まあ、正直解決策っていうのはないんですよねもう慣れてくしかないっていうのが結論になっちゃうかなと思うんですがまあ、この中で結構私が当時精神安定安 精神衛生上、精神あのストレスをまあ何とかあの人としての生活を保ってたみたいなことを考えていたときに計画はちゃんと立ててたっていうのはあったかなと思います。結局その不安っていうのが漠然とした不安になりがちなんですよね。なんで大変だなとかやばいなとかもうなんでこんなことやらなきゃいけないんだろうみたいなことを思う気持ちすごくわかるんですけど、それをそのまま 不安な気持ちを放置してしまうのが実は一番問題としては大きくてどうすればまあ売上目標であったりアップ目標が達成できるのかそのために何をすべきなのかっていうところの必要数値っていうのを逆算して設定していくっていうのはすごく大事なことかなと思ってますなので今今回売上が例えば月間で1000万円立てなきゃいけないと 言った時にじゃあ今顧客単価っていくらなんだけど1社100万円になってるからじゃあ10社受注をもらわなきゃいけないとじゃあ制約率ってどれぐらいだっけ ?10% じゃあ月間で100社訪問しないと、えっと、10件の受注をもらえないで10件の受注がもらって1社単価が100万だからそれで1000万だからとにかく10社受注をもらうために何をしなきゃいけないのかでじゃあ10社で10件の受注を取るためにみたいなところがまた逆算をしてじゃあテレ必要なデレアポの家電数は何件なのかとかアプローチの母数は何件なのかとか制約率アポ率から逆算を ししてて設定をしていくというところで,す、ね、で必要数値が出てきたら今度はそのために今やってること現状と目標の差分を分析をしてやるべきこととか追加の施策であったりとか時には予算を突っ込んで広告を出さなきゃいけないとかプロモーションやらなきゃいけないみたいなことも出てくると思うんですよ。 ただ改善をしていく施策を考えていくときには基本的には逆算をして制約率から考えて顧客単価から制約率から考えていって必要なアポ数商談数みたいなところでそのじゃ必要な商談やアポを獲得するために自分がそれもやっちゃうともうやりきれないからちょっと会社上司や先輩社長に相談をして予算組んでもらってじゃ資料請求サイト使ってみるとか、えー、代行会社使ってみるとか広告出してみるとか要は自分一人で1日24時間しかないわけですよ。24時時間間しかない時間 をどう有効活用すれれば成果につなげられるのかっていうことは結局は今営業一人しかいないっていう状態でそれはすごく大変なことだと思うんですけど自分の分身を作るような施策っていうのを考えていかないといくら時間があっても足りませんっていう目標達成できませんみたいな形で終わっちゃうんですよねなので自分の分身を作るっていうのはさっきの代行会社を使うとか私でいけばブログとか YouTube がまさにその分身なんですよ自分のことを知ってもらうプロモーションって何でやるかって言った時にテレアポとか飛び込み以外の方法で何かをやっていかないとフリーランスと して複数商材の営業することができないいっっててう現実にち当たるわけですよねなのでその結果じゃあブログ書いて自分の代わりに自分のプロモーションしてくれる YouTube でこうやって発信をして自分のことを知ってもらう施策を立っていく Twitter でいろいろツイートしていきながらいろんな人と絡みながら朝定って営業のフリーランスがいるんだ代行やってるんだとかコンサルやってるんだっていうことを知ってもらう施策を持ってるので私の場合でいけば今営業代行とか営業のコンサルに関しては自分からじゃあプッシュして営業をかけるってことがほとんどないんですよね全部問い合わせをいただいてインバウンドで営業をかけているので成約率も当然高いですし営業の スも減らせているなので自分が今受けたお客さんの営業に集中できるって環境が作れているのでこの大変だ精神的な負担が大きいっていうこの大前提はめちゃくちゃわかりますめちゃくちゃわかるんですけどやらなきゃいけないことは数字から逆算をして必要なアプローチ数行動量をまず明確にすることでその行動量を達成するアプローチ数を達成するために自分の分身を作ることこの2つを意識いただくと少し あの気持ち的なストレスや負担っていうのも減ってくるかと思いますし、まあ、ゴール目標の達成っていうところに対しても一気に近づいてくると思いますのでぜひちょっとその目線を持っていただいて営業活動を頑張っていただきたいなと思っております、まあ、すごく一人で営業するストレスっていうのは私も経験があるの大変なのであのぜひ私でよければあの愚痴吐きに使っていただいてですねあのちょっとこうなんですとか、まあ、悩みが言える上相手がいるかどうかとか相談できる人がいるかどうかっていうのは結構大きい、まあ、それだけでも解決することって多いと思うのでぜひぜひあのそういったものも使って、まあ、そういったものというか私も使って いいいいいいたたたただだきききななががらでですね営業とととととと向き合っていただきたいなといううこころろ、まあ、応援と、えー、アドバイスというところでございましたぜひ一人で営業する中であの得られるものも多いと思うんですけど一、まあ、人でやりきった成果を出せたっていうところは今後の自分の成長にもつながってきますしそれがまた、まあ、転職するかどうかわかんないですけど転職だったり企業だったりとかその次のキャリアにもつながってくるのでぜひ頑張っていただいて、えー、私にできることをお手伝い応援させてもらいたいなというところが今日お伝えしたい内容でございました、えー、今日の動画が参考になった勉強になったなと思っていただけたらぜひ高評価ボタンとチャンネル登録 登録をしていただけたら嬉しい限りです。引き続きいろいろ発信していきたいと思いますので、お付き合いいただければと思います。今日もありがとうございました。本日は以上です。